どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。今日はですね、左利きのエレンにたくさん登場する中から一人キャラクターをピックして、そのキャラクターを深掘りしてみようという、企画でございます。今日はですね、第1弾ということで、柳はじめというキャラクターを取り上げたいと思います。劇中最強、一番怖いと書いて最強クリエイターとして登場したんですけど、言葉選ばずに言うとパワハラの権化だったり、ちょっと時代的には今だったら許されないであろう、危うい存在なんですけど、どうしてそういうキャラクターを登場させたかとか、一番語りたいのは、柳はじめは悪役なのかっていうところですね。私自身がその柳をどういうつもりで描いたのかっていう、柳とはどういう人間なのかっていう話を今日はしたいと思います。で、後半ちょっとびっくりする、お知らせというか、ご報告があるので、柳はじめにまつわるとあるプロジェクトが始まるということで、そのご報告も後半、予定しております。よかったら最後までご覧ください。でですね、柳はじめ悪役かどうか問題なんですけど、僕はその漫画を描く上で、少なくとも左利きのエレンにおいては悪役っていうのをなるべく出さないようにっていうふうに考えてます。当然といえば当然なんですが、その現実世界もこっちから見たらあの人悪役だよねっていうのは、あると思うんですけど、敵というか対立関係にあるとかは、どっから見るかによると思うんで、現実世界で本当の、悪者って、どれぐらいいるんだろうかっていう感じで、結構その気をつけてることがあって、左利きのエレンってお仕事漫画である以上に、そのお仕事論漫画だと思ってて、それぞれお仕事の思想があって、それが時にぶつかったり共鳴したりっていう話だと思ってるんですけど、そのお仕事論が、その極端な例が出てきた時に、そのカウンターである逆の論をなるべく出すようにしてます。だからちゃんとその対立させて、その読者にどっちが正でどっちが誤であるとかはあんまり、その作品からのメッセージとして言わないようにしてます。柳はちょっと誤解を招くような言い方をしてしまうかもしれないですが、広告業界って本当にその仕事というものに全振りしてる人が多いんですよ。だからわりかしその広告業界ではいる存在なんですよね。広告業界知らない人からすると、フィクションのキャラクターとして読めると思うんですが、本当に結構広告業界の人からするとよくいるよねっていう、正直関西弁のあの風貌がいるっていうわけじゃなくて、ああいう思想を持ってる人はやっぱり少なからずいるっていうのが、リアルなところ。少なくとも僕がいたその平成はそうでした。僕の会社にももちろん柳のモデルになったような人が身近にいましたし、その誰だっていうのはないんですけど、その辺の層の人たちを頭の中で合体させたのが柳っていう存在なんで、その何人かのうちの2人がコム・デ・ギャルソンのプレーの T シャツを着てたんですよ。だから柳さんはハートのプレーの T シャツを着てるっていう、ちょっと裏話もあったんですけど、で僕自身、じゃあそういう人たちと相入れなかったのか、嫌いだったのか、怖かったのかっていうと、正直憧れがありました。心のどこかでっていうか、割と、3割4割ぐらいは憧れがあった、でもやっぱり心の大部分はああはなれないし、なるのはどうだろうかっていうのはあって、その全面的にあの人みたいになりてえっていう風にはなんなかったけど、やっぱり無視できない割合憧れがあって、柳はじめになってはいけないのかもしれないけど、そのやっぱりみんな心の何割かに柳はじめがいるんだろうなっていう風には正直思っていて、柳的思考回路と
まあ、人はどう折り合いをつけるべきかっていう話のために結構生まれたというところですね、うん、でもう一つ、うん、やっぱ描きたかったのがその、まあ、ちょうど僕がいた頃2015年までの広告業界とかは結構その働き方改革とか その大波がこう押し寄せてる時期で、まあ、今もそれは続いてるし、そのまあリモートワークとかでなんか結構それがまあ促進されたのかどうなのかとか、まあ、そういう話があると思うんですけど、柳的なそういうクリエイターに対する風当たりが強くなった時期だったんですよね、まあ、なぜ柳を否定しきれないかというと、やっぱり作ったものが素晴らしいからだと思うんですよ。だからあの本当にそのたまにいるんだけど、柳みたいなこと言うくせにクソつまんねえ作品作ってるとかは本当に論外だと思うんです。だから本当にマジでいいものを作ってて、でも性格終わってるっていう人がやっぱり存在してて、その人たちをこう排除していいのかっていうところはやっぱりずっとうっすら思っていて、なんか、うん、どの業界にも存在はすると思うんですよね。でその存在を、排除しようという世の中の風潮というのがあったと。だからもちろんそのパワハラダメですよ、絶対に。その誰か無理させてそのオーバーワークさせるっていうのは本当論外なんですけど、あくまで僕自身の話をすると、その若いうちにキャパを超えるぐらいの仕事を経験してもうてんてこまいになったっていう経験は必要だったなとは自分では思ってて、自分はなんか結構そのふぬけタイプなんで、そのほっとくとすぐ楽しようとするタイプなんですけど、なんかそんな自分がわりかし体育会系な広告業界に入って、先輩にもうケツ蹴っ飛ばされて、あの物理的にじゃないよ、そのケツ叩かれて無理して頑張って背伸びして、まあ、あの経験があったから、その今もう本当にその漫画家って大変でしょとか言われるんですけど、もうあの時と比べたら全然楽なんですよ。だって別に自分で自分を頑張らせるだけだから、やりたくない仕事なんて一つもないし、やりたい仕事だけやって忙しくしてるだけだから、何が辛いのみたいな。だからその辺のタフネスは結構その広告業界で培ったかなとは思ってて、まあ元がふぬけだったんでね。だからそれがまあある人は部活動だったかもしれないし、習い事だったかもしれないし、両親の教えだったかもしれないけど、誰かしら何かしらでそう圧が加えられ、こう鋼が強くなった的な、なんかそういう経験はなんか人生に一時はあってもいいんじゃないかっていうふうに自分に対しては思うんですよ。そのダメなことはダメだし、やっちゃいけないことはやっちゃダメなんだけど、本当に才能があって世の中に素晴らしいものを残し続けていた人たちが、そうやって犯した過ちによって二度と浮上できないっていう世界はどうなのかなっていうふうに思ったんです。なんかいろいろその思うところはあって、だ本当に結構その、まあ、特にその左利きのエレンで描いてる広告業界が本当に結構境界線 の業界だなと思ってて、というのも純粋なものづくりとはちょっと違うじゃないですか、まあ、例えばその漫画家とかだったら、漫画家って本当におかしい働き方してるんで、1週間で1話なんか描けるわけないんですよ、普通は。普通の人類は。でも普通じゃない人類が一定数いて週刊連載をやってるっていう。僕なんかはその原作者だし、その作画の人とこう労働を 半にしてやってるからまだマシなんだけど、 その、まあ、そもそも漫画家って結構柳さんだよねみたいな。で人々はその作品を享受して素晴らしいって言ってるわけじゃないですか。でも実際その漫画家 その過労で潰れてしまった人とか絶対いるし、その分かんないけど、うん、だからそのなんだろうな、そのそこは許してるんかいみたいなさ、思いません？なんかそのでもそれってもう作家だからみたいな、なんか作家はいいんかいみたいな。本人がもう危機として望んでやってるんだったら、その本人の生き様だし、そのいいと思うんだけど、その難しいですよねこの辺。だから宮崎駿がさ、もうあんなおじい様がさ、そのあんな無理して気合い入れてこう作品作ってる時にさ、もう なんかもうアニメ制作は1日2時間にしましょうねとか言えないじゃないですか。言う権利ないじゃないですか周りに。
でも仮にその他の人にそれを無理強いさせたらもちろん NG だし、だまあ本人が望んでるかどうかがこうポイントなのかどうかっていうとその難しいですよね。会社組織だとそのいや本当にねこれちょっとあんまり突っ込んだ話しづらいんですけど、そのだ僕の周りでね本当に過労というかそのストレスというかあの結果潰れてしまった人とかは見てきたんですけど、そのやっぱりそのモードに入っちゃってる人ってあの自分は望んでやってるって思ってるんですよね、だ洗脳というかそのもうそのモードになっちゃってるから本人さえも分からなくなってるっていう例外があるから、そのあんまりその本人が望んでりゃいいじゃん論は、まあ、それはそれで危険だなと、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、そのちょっとあっち行ったりこっち行ったりなっちゃったんですけど、そのなかなかそのなんでそういう語り口になっちゃうかっていうと本当に僕の中でも答えが見つかってない話で、実際その今自分の中でも柳さんはいるし、もっと働けってささやく柳さんもいるし、ほどほどにしておけよって言ってくれる沢村さんもいるし、なんかそれで今自分はバランス取ってるっていう感じで、だからそうだな、少なくともその柳さんが心の中に 0% もう全くいない状態になっちゃったら、なんかそれはそれで続けられない気がしてて、その作家業とか、だからあの左利きのエレンの第1部でその、まあ、主に活躍したキャラクターが柳はじめなんですけど、その第2部以降現代に近づくにつれてあの登場しなくなるんですよね、まあ、とある理由で、ちょっとネタバレ含むんで言わないですけど、そのとある理由で柳さんはあの本編からいなくなるんですよ。残された人たちが柳さんが残したノート、まあ、柳プランって呼んでたものなんですけど、柳プランっていうのが目黒広告社に残されていて、それをもとにある種その教えを請うというか、柳のその思想だけ残ってるっていう、で他のキャラクターがそれをまあ一部取り入れて参考にしたりとか、なんかそういう物語のポジションになってて、やっぱ左利きのエレンってその時代劇っていう風に自分でも言ってるんですけど、その平成を描く上で柳さんは絶対必要なキャラクターだったけど、こう令和に近づくにつれてやっぱり物語上にいてもらったら困るキャラクターになっちゃったっていう、だからそれすらもそのさっき言ったその柳さん的な思想を持ったクリエイターを排除していいのか問題と似たようなことを自分の作品でやってしまっているんですが、答えは出ないですけどね。だからね本当にね、なんかこの柳さん的思想をこう自分の中で飼いならすしかないんですよね。まあ、なので結論なんですけど、その柳さんが悪かどうかは私には分からないけど、少なくとも柳さんがもう柳さん成分がゼロになったら自分はものづくりが続けられる自信がないと。だからどうしたらあの思想をまあうまく使えるかなっていう、どう使うかっていうのを考えるべきなんじゃないかなと思ってます。なのでその物語における悪役かどうかでいうと、僕は悪役とは思ってなくて、どっちかっていうと呪物なんですよね柳さんは。だからそのキャラクターであり人であるんだけど、呪物で呪いのアイテムで、そのなんかすっごい強い剣なんだけどめちゃくちゃ呪われてるみたいな、なんか攻撃力高いけど呪われてる武器ってなんかゲームとかであるじゃないですか。そういうなんかまあモロ刃の剣ですよね。だからあれをどう使うか次第というか、まあなのでその本当に柳さんは第2部以降本当の意味で呪物になってしまったんですよ。キャラクターが登場しなくなって思想だけ残って物だけになって、ちなみにその柳プランっていうのは今電子化されて柳電子版っていうiPad に入ってるんですけど、そういうねその呪いのアイテム、モロ刃のアイテムっていう存在として今左利きのエレンのそのまあセカンドシーズン以降ではそう扱われていると、まあ、さっき自分でも言いましたけど、そのまあ仕事論、いろんな仕事論が読める漫画として左利きのエレン読んでもらえると嬉しいなと思ってるんで、そのなんかみんな柳さんみたいに生きようぜとか全然思ってなくて、その本人、作者本人は。でも柳さん的思想を
まあ覗き見るのも面白いんじゃないかなっていう風に書いてるんで、左手ねねに読んでほしいなと思っております。でここから後編です。後編何の話かっていうと、そのさっき言った柳電子版っていう柳さんの思想を全部盛り込んだ iPad があるっていう話したじゃないですか、まあ、劇中でね、この度柳電子版制作プロジェクトが発足されましたまあ今流行りのねチャット GPT みたいなさ、あの感じで、まあ、あれ系の質問したら返してくれるっていうやつにこう人格をこうインプットさせることってできるらしくて、とある会社からそれを柳さんで作らないかっていうお話をいただきました。で、その会社っていうのがあのロックスさんっていう会社なんですけど、その今左利きねねってあのノートであのインディーズ連載として原作版今連載続いてるんですけど、まあインディーズ連載っていうのはその読者がまあ直接その月額でお金払っていただいて、その収益によってその原稿料とかあの活動の資金にしてるんですけど、 それに加えてその企業もあのスポンサーできるよっていうのを最近始めまして、ね、漫画の最後になんかロゴついてるわと思った人もいると思うんですけど、あれはあのスポンサー協賛企業様たちで、左利きのエレン大好きっていう企業さんたちなので、あのぜひあのご贔屓にお願いします。で、ロックスさんっていうのはその一社だったんですけど、まあ結論から言うと、そのいわゆるその AI とかを使ったサービスとかをその提供する会社で、こういうことができるこういう会社ですっていうのを世の中に言いたいから、なんかそれのある種その、ね、今後 その代表作として柳さんを作らせてくれっていう風に打診してくれたんですよね。まあなのでその今回その多分本当に実際作るとしたら結構そのまあいろんな大勢が関わるし、あのていうかもう想像もつかんない、なんかどういう多分エンジニアとかなんかそういう人たちがわーって作るんだと思うけど、そのなんかその開発コストとか自分には分かんないけど、まあ少なくともすごい超大変そうじゃないですか。まあ、それをあの無償でやってくれるっていう、だからそのスポンサーっていう関係だからやってくれるって言ってて、めちゃくちゃありがたいなと。だからまあその代わりその、この素晴らしいサービスはロックスが作りましたっていうのは僕言うし、その押していくんですけど、なんかこれまではそのなんか読者的に見るとそのなんかわかんないけど漫画の最後に知らない会社のロゴが入ってるぐらいだったと思うんですけど、まあこっからなんかその中のこの会社とこういうの作りましたとか、この会社となんかこういう事業を始めますとか、もしかしたらそういうことを展開あるかもしれないんで、まああの大前提として左利きのエレンを大好きっていう会社しかいないので、なんかその点はあの読者的にもそのちょっと前向きにあの活動を応援してもらえると嬉しいです。ということで、あのここからその今からロックスさんと打ち合わせがあるんですけど、何をするかっていうと、柳はじめっていう人格を僕がインプットしなきゃいけないらしくて、っていうかそうじゃないですか。だから柳はじめにまつわるなんか質問とかわーっとされてそれに答えるみたいな、なんかそういう柳をこう恒例する儀式を今からズームでやります。なのであのちょっとまあ面白そうだったらそれも録画してこの後につけようかなと思うんで、あのよかったらご覧ください。まあという感じで、ロックスさんと柳はじめ電子版をリアルに作ろうというプロジェクトは始まります。でいつになるか分かんないけど、まあ多分年内とか作るんで、でなんかどっか気軽にアクセスできる場所でそれを運営して皆さんに楽しんでいただける、その柳と会話できるっていう、ね、ことを実現したいと思っております。会話できるからといってのめり込んであの洗脳されないことだけは気をつけてくださいということで、ちょっとロックスさんの打ち合わせ行ってきます。ありがとうございます。はい、で一応前回踏まえて、一度プロトタイプの方を松本で方で、整理させていただきましたと。でそれを踏まえてちょっ と,、もう少しやはり改めて行ってヒアリングさせていただいた方がいいなと思ってまして、で、はい、ちょっとこの辺はフランクに恥ずかしながらまだあのシックの方を読めてなかったんですね、私の方は。はいはいはい、松本の方は、まあ、実は読んではいて、その中でやっぱり柳さんという人格がやっぱより結構深いものだというところを改めて痛感をし、ちょっとその辺も踏まえてちょっと松本から、よりこう精度を上げていくためにヒアリングであったり確認をさせていただければと本日は思っております。はい、よろしくお願いします。
一応その柳の思想が目黒広告社に残されていて、はい、それをこう電子化したっていう設定なので、まあ、2015年現在の柳だとすると、うんうんうん、44歳ちなみに誕生日とかって決まってたりしますか？誕生日は設定ないです。なんかその今この辺りもどこまで反映するかのがちょっとこの後は松本からはあると思うんですけど、うん、やっぱり結構やっぱり美しいものを見た後にその汚い一面を見たら逆になんか狂気とか殺意に変わるような一面を感じたり、片やでもお父さんがやっぱ本質は銀座にあると言ったらやっぱそれをこう逮捕されてもやっぱ銀座に見に行ったりとか、やっぱなんかこう意外に素直な一面と狂気の一面が本当に両方感じる絵を食べたじゃないですか、うん、あれはどういう心理で食べられたのかながまだ見えてなくて、うん、意外とその善悪とかその好き嫌いとかで生きてないですよね。だからその本当にクソみたいな現実を全部飲み込んで生きてる存在なので、なんかその父親への感情とかも多分そのなんか犯罪したから嫌いとかじゃなくて、そのそこまでの人間だったかっていうふうには思ってると思うけど、その犯罪者だから憎んでるわけではないと思う、うん、だからなんかその優子さんに対してもその、はい、うん、まあある種その、まあ、失恋というかその、はい、うん、なんか ほのかにあった期待を裏切られたというか、なんかその、まあ、失恋に近い感情だと思うんですけど、でもそのなんか そういうの全部飲み込んで強く生きなきゃいけないっていう感じだと思うんですよね。なるほど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 。あのね、嫌いと好きが本当に裏返しのキャラクターで、そのちょっと ネタバレというかその自分の設計思想を話すと、そのシックスのシックのタイトルってなんかあのフォアグラとか銀座とか、はい、なんか出てくると思うんですけど、はい、あのものすごく嫌をしているけど摂取してしまったものたちがタイトルになってるんですよね、うんうん、だまあフォアグラがその一番分かりやすい食べ物だから分かりやすいと思うんですけど、その食べちゃったけど食べちゃって美味しいと思っちゃったけどすごく存在はなんか醜いものだったみたいな。だからそのね、山下とかさ優子とか人名も出てくるんだけど、はい、やっぱりその普通になんかあの普通に ストレートに好きなキャラクターとかって多分いなくて、うん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 、なんかすごい好きだしすごい嫌いみたいな、なんかそういうものが多分柳の人生に影響を与えたもので、あ多分優子もそういう存在なんですよね。だから食べちゃったっていう。だから道頓堀っていう回が俺それで言うと好きで、その道頓堀だ、柳は多分別に大阪好きなキャラクターじゃないんですよ。うん、大阪 A でとか絶対言わんから、うんうん、でも自分がその生まれは違うけどその育った場所だから、なんか結構その自分のふるさとってそうじゃないですか、なんか好きな面と嫌いな面よく知ってるというか、でもあそこでその最後に川の水を飲み込んで終わるんですけど、うんうん、道頓堀を取り込んじゃったっていうか、なんかそういう、だからそう好きなものも嫌いなものも綺麗なものも醜いものも全部食べてきちゃってってるキャラクターなんですよね。あと、まあ、今回柳 AI として出すときに柳しか知らないことと、あとまあ左利きのエレンに関する、まあ、漫画で出てる情報とかあると思うんですけど、はい、なんかそれに答えれるようにするかっていうところも決めたいなと思って。まあ知らなくていいんじゃないかな。じゃあ基本柳が知っていること、あの柳が知らない左利きのエレンの情報は、まあ、答えれなくて大丈夫。そうですね。だからこの辺ちょっと、はい、そうだな、なんかまあね、そのお、なんだろうな、仕込んでおくんだとしたら、はい、あの柳はね左利きのエレンとは会ったことあるんですよ。そうなんです。うん、はい、描いてない部分で、だからなんかエレンのことだけ答え、エレンその辺のそのチームサウスポーのことをなぜか答えられるっていう風にしといても面白いかもしれない。ああ、なるほど。だから、はい、あのアントレースのなんか上海支部かどこかの、うん、すごい恋人
絵のなんか依存が高い女性キャラいるじゃないですか。はいはい、あの人、うん、柳って血でか、血というか赤い字で書いてるじゃないですか。あれ柳の人ですか。そう、あれが柳のことで、そのそなんか 立ってるとこ見たことないっていうセリフがあったんですけど、まあ、ありましたね、はい、だからあのだから立ってるとこ見たことなくて、だから柳のその生い立ちを言うと、そのありがとうございます、そんな、はい、描かれてないなるほど、なんかかわいそうな人生なんですよ、ね、そうですね、ちょっと次に聞こうと思ってたんですけど、はい、一応ネットとかだと本当に死んだのかみたいな感じになってて、うん、なので死に関する質問とか、まあ多分してくるファンいると思うんですけど、まあ、何言ってるんだ、今誰と話してるとか、なんかそういう感じにした、うんうん、うん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 、多分そのさっき の, そのチェンシーっていう女の子、はい、その関係とか聞いてくる人はいるんじゃないかな。あ、まあ、きしょい名前出すなみたいな感じじゃない。では最後ちょっと現時点のプロトタイプの QA をちょっと見ていただきたくて、フィードバックいただけたら、はい、一応補足としてはまだプロンプトベースでは形成されていて、この後言語処理であったりっていうところのフェーズに入るので、まあ、次のフェーズだともっと精度であったり本日のフィードバックを踏まえて内容になので高度にはなるんですけど、今日はまあ方向性のズレっていうところのチューニングっていうところがメインでございます。じゃあ、まあ、そうね、僕人間ちゃうはデザイナーがちょっと品質してるのがちょっとこの並びだとちょっと気になって、なんかあの決め台詞みたいに毎回言ってる感じが。そうですね、ちょっと名言を結構、はい、いいね、こんな好きな食べ物聞いただけで甘いは親が死んだくらいでっていう、うん、まあそれで言うと何か残して死ねも、その言っていいものなのかはちょっと悩ましいよね。死って文字は伏せ字にしましょうか。あ、ま、あの死っていう文字は全部丸に置き換えるとか、そんぐらいして結構する。いやでもまあ全部そのなんかあの、あ、だから逆にこれは明らかにおかしいっていうのはあんまなかったんで、全体的になんか平均って高いなと思いました。 ありがとうございます ありがとうございます。ちょっと今回のフェアリングごとにもっと良い勝負がするように頑張れるか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。だからこの辺は本当にできれば私たち、私も含めてやっぱりカッキーさんの想像を超える世界と、やっぱりユーザーにとってもこの世界線に行きたいのがあるので、なんか違和感であったりとか、もっとこういうことできたら面白いよねっていうのがあれば、そこは全然もうあの何もこう率直にいただければ、私も超えたいと思っておりますので、はい、多分そのインプット量が増えてったら、なんかその今は多分その既存の漫画に登場したシーンを参考に、そのそこがない返しをしてるっていう感じだと思うんですけど、なんかまだ描いてないけど確かにこういうこと言うわっていう領域までいったらすごいですよね。あ、うん、あとさ、こう思想というか、多分思想みたいなところってそこまで行って作り込めるなって、次のフェーズのラグであったりとかの領域でも。そうですね、まあ、その言語モデル自体がそのオリジナルのものを出すってことは多分できるとは思っていて、うん、なので今回のインプットの量が増えると、そのこういう言葉遣いに近い言葉遣いとか、こういう思想の人がこんな感じのことを言いそうだなっていうことがこう組み合わされて、今カッキーさんがおっしゃっていただいたように言いそうだなというイメージがあるんですよ、うん、楽しみ。じゃあ引き続き、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。